昨日もあの、はい、ガレージ歩いてたら、はい、国際電話しながら修理してました。やってましたね。もう大変そうでしたけど、こっちの人たちは車の状況をイギリスに報告して、はい、で、向こうからどうしようこうしようという指示をどうも受けてるらしかったんですけど、もうそれはね、感動的でしたよね。ちょっと広かったですね。そうですね。これはちょっと嫌にしてほしいですね。こう、まあ、多分あの今日こちらにお招きした皆さんというのはいろんなイベントで、海外で走ってらっしゃって豊富な経験も積んでらっしゃる、とはいうものの日本というのは非常に遠いと、スペアパーツを潤沢に持ってくるわけにいかないだろうから絞って絞ってこういらっしゃると思う。そんな中でこうあれですね、こう不足事態を起きた時に今松本さんがおっしゃったように本国に電話をかけてアドバイスを求めて何とかしちゃうというようなところですね。Thank you.
ファンをこう自分でオーナーとして走らせてみたいっていう、もう夢のまた夢みたいな話なんですけど、この夢を実現させてらっしゃる方っていうのはどんな方たちなんですかね、ご存知です？どんな方ですか？どんな方なんですかね。ただやっぱりすごいなと思うのは、多分車を、はい、車を所有するっていうことはできるのかなと思います。でもこの人たちはそれを自分でドライブしてしまう、でそれもね、まあ、プロを顔負けに入るんですけど、あれで見てるのすごいな。ぜひお話を聞いてみたいですね。